はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は装備を取りに行きたいと思います。今日取りに行く装備ですけども、アクセサリーのこれ、黒アイパッチです。装備してる人は少ないかもしれませんけども、回戦時バイシオンが発動します。確率としては 5% でも合成することによってプラス 6%、合計で 11% でバイシオンがかかります。2つ装備すると 22%、 結構な確率ですよね。これね、バイシオンバイキルトがなかなかかからないキャラクターがいるので、そいつに装備したいと思うんですよね。テンションよりもバイキルトの方が欲しいって時があるので、まあこれも一つ持ってるといいんではないでしょうか。全部で6個かな、6個欲しいね。俺今フーラーを1人入れるので、バイキルトは必要ない、なので6個だな。24個か、結構必要ですね。まあとりあえず揃えます。完成しました。3人に装備してますね。主人公、そしてアンルシアにヒューザーです。能力はバイシオンが 11% ですね。で、かかるようになってます。合わせて 22%、 いや、もしくはこっちとこっち両方ともでかかってバイキルトになったりするのかな。多分なるような気もするね。まあ確かにこの極重で 25% で、ケイオスブレードで 15%、40% なんですよ。でもそれでもかからない時あるので、まあ保険みたいな感じですかね。アンルシアなんて特にかかりにくい。このバイキルト 10% だけなので、まあここで 22% バイシがかかるとまた違ってくるでしょう。主人公も同じくね。ダークスターで 20% バイキルトだけども、これだけなんですよ。まあ、これでどれぐらいかかるのかちょっと見てみましょう。どこ行こうか。アイドルモンスターズが17手なので、ここと戦ってみましょう。どうだ。アンルシアがバイシで、ヒューザバイキルト、3人ともかかりたいね。3人ともちょっとかけたいので、ちょっとやり直します。次はどんな感じでしょうか。おー、かかったね。バイシバイシバイキルトで、フーラがテンションアップまでしてるね。 OK、 これでちょっと戦っていきましょう。で、装備を変えるんだ。まあ一応するか。属性下げるか分かんないけども、まあ一応していきましょう。アクセルギアを2つだね。オッケー。この装備を変えるっていうのがものすごく重要。レーボールからいきましょう。クスゴンだな、まずは。2回攻撃はならない。で、こっちも変えていきましょう。ライトニング、ライトニングに、ここをアクセルギアだね。オッケー。で、チャージタコ、はいはいはい。2回攻撃ないないんかい。で、解決マスクをアクセルギアに変えていきます。いいね。風切り、風切り OK。 もう曲がって打っちゃえ。まあまあそこそこのダメージでしょう。やっぱレボルが入ってたんで、だいぶクスゴンには効きましたね。で、聖女をゼレスタイトに変えて、まあ、変えなくてもいいんだけどね。で、鎧を巻いて、で、アクセルギアを2つ。OK。もうここですでにバイキが入ってるっていうのがすごくいいよね。めちゃくちゃいいよ。クスゴン倒す。ナイス。倒しは切れないか。はい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 。全然 OK、 全然 OK。 おい、マジかよ。やられるな。やられないでくれ。
まあこういくか。で、ドルモーアで倒せるかな。倒せはしないのかい。あ、そうか、さっき装備変えるの忘れてたわ。ここでアクセルギアから中性に変えるとダメージが上がるんだ。そうだった。で、その前に生き返らせろ。いや、これは多分遅いわ。遅い。うん。レボル入れて。オッケー。あ！あ、いや、入れてる、入れてる。アクセルギア入ってるね。アクセルギア入ってる。フォースブレイク一応入れるか。2回攻撃いったら、ラッキーだからね。うん、来ない。でも、ドルモアでものすげえダメージが入るはず。ものすげえでもないか。で、中性をアクセルギアに変えて、こうだね。で、攻撃していきましょう。いいね。で、2回目は、アクセルギア意味ないので、中性に付け替えて攻撃力を森に持って攻撃。倒したー！主人公やられたのがちょっと痛いけども、なんてで言った ?11 って早っ！めちゃくちゃ早いね。はい。もともと17手だったのかな？それが11手で済みました。いや、これ、全部記録更新していけるぞ。素晴らしいね。はい。今日はですね、装備の、これ黒アイパッチを作ってみました。バイシオンが 11% の確率で、かかります。バイシオンがかかりにくい、アンルシアとかにはいいんではないでしょうか。まあ、貯めるよりも、バイキンが入った方がいいっていうキャラクターには、黒アイパッチの方がいいのかもしれないね。まあ、こっちの選択肢もあって、いいと思います。いや、これ、いい装備だわ。やっぱり、バトルファンタズムでは、こういう回戦時に何かが起こるっていう装備が、重要ですね。これがないと、ダメです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。